はい、こんにちは。またね、この公園にやってきました。もうね、もうこの公園に住んでるんじゃないかって思ってる人も多分66人ぐらいいると思うんですけど、もうほとんどね、住んでるって言っていいぐらいもうこの公園にいます。もう大好きすぎて、そしてもう毎回俺がね、撮影しようとした瞬間にね、この人来んの。いい加減にさ、こっち撮ってるこっちの気持ちわかんねえのっていうね、もうカラスにも関係なく意見言っていくタイプなんで。今日みんなに伝えたいニュースは、最近ナイジェリアにあるカトリックの教会でペンテコステの日にね、6月5日ミサが行われてたんだけど、その途中で銃乱射事件が起きて、なんとね、女の人と子供を含めた50人以上の人が、亡くなった、殺されてしまったっていうね、事件が起きました。ナイジェリア南西部オンド州オボのカトリック教会、聖フランシスコザビエル教会が5日武装集団に襲撃された。当時教会では聖霊降臨式ペンテコステのミサが行われていた。警察はまだ死者数を発表していないが、病院関係者は子供を含む50人以上の遺体が医療関係に運び込まれたと話しているっていうね、本当に恐ろしいことが起きました。まあ、他のね、記事ではね、読んだのは、まあ、イスラム教徒の人たちが襲撃したっていう記事がいくつかあって、まあ、そうなんじゃないかなと思います。このナイジェリアとかでね、クリスチャンの迫害ってよくあるって言ったら変だけど、あるみたいなので、なんかこのね、迫害されるっていうことをね、ちょっとみんなと今日分かち合っていきたいと思います。あのね、俺もね、正直言ってこのカラスに迫害を受けてるんですよ。もうムカつく。さすがにイライラしちゃいますね、俺でも。こういう事件があるたびに俺らがリマインドされなきゃいけないことは、こうクリスチャンであるっていうことは必ずこう簡単なことではないっていうこと。イエス様は聖書のどこを見ても、聖書のねえ、ちょっとマジでさ、本当にいい加減にして。聖書のどこ見てもクリスチャンであること、イエス様についていく弟子であることが簡単だってことは一言も言ってないってことで、今現在この時代でも本当に多くの国々でクリスチャン、俺らの兄弟姉妹に対する迫害っていうのは本当にずっと続いている。もちろんアフリカでもそうだけど、中東とか中国とか北朝鮮とかね、まあ、特に、まあ、イスラム教が本当に普及してるところは特に多い。そして、まあ、共産主義の国、中国とか北朝鮮とか、まあ、他にもあると思うけど、まあ、こういう国で生活してる俺らの兄弟姉妹は今も本当に命の危険を持ちながら主を礼拝して主を信じて生きてるんだよね。この事実からも俺らって本当にこう学ぶべきことがたくさんあると思って、なんかこの時代ってやっぱり全てがもうブンブン完璧フォンフォンフォンとかって勘違いしやすい時代ではあるけど、でも実際はそうじゃないっていうね。本当にこの、まあ、新約聖書に書かれているようなパウロが受けていた迫害みたいな迫害って本当にこの時代でも続いている。だから決してその迫害終わったわけじゃないし、だからそこのマインドセット、俺らが本当クリスチャンとして迫害は常にあるんだっていう、受けるべき存在、受けるべきって言ったら変だけど、受ける身なんだっていうのは常に頭に入れておかないと、何かこうちっちゃい迫害、まあ、ちっちゃくなんか悪口言われたり、クリスチャンであることバカにされたりとかって、こういうことがあった瞬間に、はぁ、私神様、こんなこと言われましたとか言って、もう神様は、でもそういうのは起きるってね、それよりもひどいことは起こるって、起きてくるって、迫害されるっていうことを言ってるから、まあもちろんね、何かちっちゃいことでもね、そういうこと言われて傷つくのはもうもちろんわかります。そこはもちろん、しょうがないっちゃしょうがないかもしれないんだけど、でもそういうとこで、こう、やられずに、本当に、こう、マインドセットを固める、俺らも迫害を受けるのが当たり前なものなんだっていうのね、イエス様の御言葉にもたくさん書いてあるので、そうですね、テモテの手紙の第2の3章11節12節読みます。またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。私っていうのはパウロね。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。そしてここです、12節、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。 OK, I'll read it again. もう一回読みます。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。どういう人が迫害を受けるって書いてある？キリストイエスにあって経験に生きようと願う者なのさ。なんだろう、クリスチャンだけが、クリスチャンっていう大きな別にくっくりでもないし、そのクリスチャンの中でも特に経験に生きようと願う者、本当に主に仕えて、御国に仕えて、御心
行っていくものは迫害を受けるって書いてあるの。経験に生きようと願うものは皆 everyone ね。この前の動画でもちょっと話したんだけど、皆ふとこう考えると、いや俺って本当に迫害を受けているのかなって、迫害受け足りないんじゃないかなって、まあ、変な表現だけど、もっと世に嫌われるぐらい主にあって大胆にしていかないといけないんだろうなってすごいね、思わされてます。この御言葉を読むたびに、そしてこうやって苦しんでるね、本当命の危険を冒してまでも主を礼拝して、祈って主を信じてる、イエス様を信じてるこの兄弟姉妹の姿勢を見たら、ああこういうことを神様は御言葉で言ってるんだっていうのをすごい思わされるから。そして俺らは日本にいるっていう、このね、もうなんという恵みでしょう。信じる自由が与えられてる。で、好きに集まっていいし、好きに賛美していいし、好きに祈っていいしっていう、こういう国にいるっていうこと自体がどれだけの恵みなのかっていうのをね。だからこの自由、この神様が俺らにね、この日本にいる俺らに与えてくれてる自由っていうのは、本当に俺らがね、もう大胆にね、使っていかなきゃいけないことだと思います。本当にマジで。なぜかというと、もう何回も言ってるように、その自由がない兄弟姉妹たちが本当に多くいるから、この世界に。でこの兄弟姉妹たちはどれだけ願ってると思う。うわー、この自由に説教できる自由があったらなって、自由に路上に行って伝道できる自由があったらなって、もうこういう自由さえあれば私たちはどれだけ主に大胆に働くことができるんだろうって思ってる兄弟姉妹が世界中にいるわけさ。でもこの日本、こんだけ自由がある日本にいる俺らはどうですか。俺もあなたもあなたの兄弟姉妹もみんな一回そこ見直すね時期だと思います。本当にで、これはねマジで本当自分自身に言ってることであって、あ、もっと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 入れてきました。気づきましたか。つまんなめっちゃつまんないこと平気で言ってきますので、なんか本当に大胆に御言葉述べ伝えていって、大胆に福音述べ伝えていかないとダメなんだなっていうのをね、もう痛感させられてます。もう最近どうですかみんな。はい、ぜひね、こういう恐ろしい最悪なね、俺らの兄弟たち、兄弟姉妹たちに起こされているこの迫害っていうのは起きてますから、もうそれは常に頭に入れておいて、もちろんこの兄弟姉妹たちにも祈ります。この迫害を受けている兄弟姉妹たち、北朝鮮、中国、まあこういうアフリカの国々、中東の国々、イスラム教の中に生きるクリスチャンたち、もうこの人たちはね、覚えて、この人たちをね、あげて、本当に主の御前に、本当にこの人たちの、ね、ために祈りたいと思います。そしてそこで終わらず、本当にこの自由を与えられている兄弟姉妹たち、日本もそうだし他の国々でもね、この自由があるクリスチャンが本当にもっと大胆に、御国をこうこの世に持っていけるように、主の力によって、そこもね祈っていきたいと思います。はい、皆さんぜひね、感じたことあったらぜひ遠慮なくコメントしてください。そして LINE の友達にもなってください。そのリンク下に貼っておくんで、何でも質問とか疑問とか祈りのリクエストとか何でもいいんで、ぜひ送りつけてください。毎日ね祈ってくれて心から感謝します。ハレルヤ、神様はね本当にマジでやばい最高な神様なので、みんなもぜひそれを知ってください。ハレルヤ、感謝します。そして見てくれてありがとう。 God bless you everyone. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Ciao Rita, bye bye, ciao Rita.